金入は、ミャンマーの軍人、政治家。階級は大将、軍事政権の序列3位として、国家平和発展協議会第一書記及び首相を、務めた。祖先は、関東商売権区の八課系である、ヤンゴン大学卒業。特別作戦室担当官及び第44、警譜表示団の特を経て、1983年に、 秘密警察に相当する軍情報局長に就任。1988年9月のクーデターで、軍事政権の国家法秩序回復評議会第一初期となり、1997年11月に SLORC が SPDC に改組すると、その第一初期に、シャン州において長らく対立関係にあったビルマ共産党が内部クーデターで崩壊後、 和州連合軍など分裂した後ろ身の紙幣組織と次々に休戦協定を結んだ。2002年9月、大将に昇格。2003年8月から首相を務め、恩憲派、国際協調派で柔軟派かつ軍政切手の切れ者として知られた。2004年10月、首相を解任された。軍事政権からは健康上の理由による引退と発表されたが、 政権の保守派との清掃の結果、失脚したとみられる。彼の失権後、軍情報局は解体された。解任後は、ヤンゴンの自宅にて、軍の南京下にあったが、2012年1月13日に、定員ン院大統領が大規模な恩赦を実施し、金、ニュンも南京を解かれた。ありがとうございます。